お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、河野太郎大臣、今ワクチンで有名ですけども、実は規制改革担当大臣をもされているということで、やっぱりポストコロナの、経済成長のポイントは DX と GX、デジタルトランスフォーメーションと、グリーントランスフォーメーションで、この DX と GX がこうクロスするのがちょうど電気自動車の自動運転ということになるんだろうと思うんですね。で、最近河野規制担当大臣が自動運転の規制改革に着手したという情報をキャッチしましたので、その辺の狙いを少しお話していただければと思いました。いくつか自動運転の規制改革こう段階があるんですけど、はい、一番簡単なのは自動運転で乗り合いバスを走らせます、地域限定で、で技術はあるんだけども、その自動運転なんで、その乗るときに現金で支払われるとお釣りも出せないしというんで、スイカとかそういうのを限定すると、ところが今公共交通機関は支払い方法で乗車拒否をしてはいけないという法律の条文があって、それに引っかかるんじゃないかっていう話があったんで、いやいやそれはおかしいでしょうと、というんで、それは事前にこの自動運転の乗り合いバスはキャッシュは使えませんということを周知したらいいよということにして、まずそれが走り出すっていうのが初期の段階。もう一つディープなやつは、結局今の自動運転というのはどれだけその普通の一般道を走らせてデータを取れるかと、そのフラフラと自転車が近づいてきたり子供が飛び出してきたり、標識と紛らわしい看板があったりっていう、その雑音の中でいろんなデータを吸い上げてソフトをこうブラッシュアップしていく。ところが日本はその非常に規制が厳しいもんだから、もう無菌状態みたいな状況にして走らせないとダメで、そうするとそのソフトウェアは無菌のところでは走れるけど、こういろんな雑菌があるところだとフリーズしちゃいますみたいなことになりかねない、で、その自動運転というのがこれからの自動車の鍵で、いわばハードウェアよりもソフトがどれぐらいすごいかで選ばれるようになると、やっぱり日本の自動車これからを考えたら、ちゃんとそういうところを走らせてデータを取ってソフトウェアをどんどん開発させていかなきゃいけないよねと、というんで、その一般道路を走らせられるような規制改革をやろうと。ところが問題なのは、某海外自動運転得意メーカーは要望をいっぱい言ってくるんですね。日本でこういうことをやりたいとか、こういう試験走行をさせてほしい、それは柔軟に対応しましょう、ところが日本の自動車メーカーから全然そういう声が聞こえてこないから、ちょっと大丈夫かと、だからこの間記者会見で、もうこういう規制改革をやろうということにしましたと、だから国交省の自動車局か、あるいは規制改革の私の部局にこういうテスト走行をやりたいんで規制対応してくれという要望をどんどん上げてください。で、自動車メーカーが上げてこないんだったら、もういろんなスタートアップでもいいし、もうそれはソニーとかパナソニックみたいなところがもうモーターにバッテリーつけたらもう運転できるんだから、逆に言うとハードウェアはどうでもいいと、ソフトを開発するんだ、もうとにかくしっかり要望を上げてくれれば対応しますっていうのを規制改革でこの間記者会見申し上げたので、そういうのができるような改革をやっていきたいなと。いや本当にようやくかという感じがしますけど、本当にありがとうございます。それでやっぱり中国なんかと競争しなきゃいけない。そうです、中国もうガンガン走らせてるから多少事故が起こってもらう、そこらやっぱさっきの無菌状態っていうところで日本は思考停止をしてきたのを河野大臣が突破しようということなので、ぜひ期待したいと思います。頑張りますんで、よろしくお願いします。